ごきげんよう皆様。ごきげんよう。今日は楽しい楽しい月面走破型ローバーを作ってまいりますわよ。そんでこれがローバーか。すごくわかりやすい設計だな。頭に操作系をつけてそこにフレームを連結してタイヤと電池とアンテナだね。これをシャトルに連結したのがこちらです。どうよこのガサツ全開な設計は。前に雑にくっつけただけじゃないか。それにロケットの名前もひどいな。わかりやすくしたらこれになったのよ。まあ大事なのはちゃんと動くかだから。まあそうだな。じゃあ実際飛ばしてみよう。ということで早速テイクオフ。月面に着くまでは前にもやったし4倍速で行くよ。さて、この移動中で何の話をしようか。なんか喋るネタとか用意してるのか。全く。じゃあ最近の投稿者のマイブームでも話すか。マイブームか。なんかハマってるものでもあるのか。最近はね、無駄を楽しむことにしてるのよ。無駄というか余裕とでも言うべきか。ほう、余裕か。人生においては大切だな。具体的には外出た時にちょっと遠回りして帰ってくるとか電車乗る分を少し歩いたりね。その遠回りして電車とかバス乗ってる間にニコニコとか見るのが幸せなのよ。ほん。朝はもう決まった時間に家出て決まった電車乗って仕事行って決まった時間に終わって決まった電車に乗って帰ってくる。この変わりないループを少し乱すことの優越を楽しみたいお年頃なの。とか言ってる間に低軌道まで来たね。もうここまでは簡単に到達できるようになったな。さすがに何回も飛ばしてるしロケットも熟成されてるからね。さあここで月へのマニューバーを組んでさらなるひとっ飛びの時間だ。なんかここまでサクサクマウンテンだと面白くない感じしない？まあ言いたいことはわかる。でも今日はローバー運転が主眼だしいいんじゃないか。ならいいんだけどね。そういやローバーって軌道実験とか一切してないけど大丈夫かな。なんでしてこなかったんだよ。だってさ、ロケットの先端にくっつけたものを地上に下ろすって大変だよ。今回ある月と違って地上じゃ重力も重いし下ろすタイミングでぶっ壊しそうじゃん。まあそれはそうかもしれないが。なら一発勝負で月まで行っちゃおうと、壊れたらごめんなさいでいいのよ。本当にガサツだなお前は。さて月が眼下に広がってきたね。こう見るとやはり大きいな。まだまだすごく距離があるのにね。このゲームの中でのサイズは半径200キロだけどそれでも大きいわ。実物は1700キロぐらいあるんだっけか。だいたいそれぐらいだね。普段夜空を見れば浮かんでいる月も雄大だよね。さて、ここからが緊張の着陸ですよ。まあ今回はオートで降りるから大丈夫だろうけどやはり怖さはあるな。オートでも突っ込む時は突っ込むしこけるときはこけるしね。でもあれだわこけてくれた方がローバーを下ろしやすいなって思ってしまった。ああ確かに下ろすのは下ろしやすいな。でもそうすると母艦が地球に帰れないんじゃないか。そこは根性でどうにかするから大丈夫さ。あと地表まで50メートル。さあ頼むぜ激突だけはしないでくれよ AI ちゃん。ここで残り10メートル、最後まで慎重に降りてくれメンス。よしソフトタッチで着陸だ。あれこれやばくない？ああダメだこや。やめてこけないで耐えて。はい、結局月に行くとこうなるんだな。恒例行事みたいになってるね。まあそれはいいんだよ。問題はローバーがちゃんと動くかだ。ということで早速切り離しボタンを押してみよう。デハ分離。とりあえずこれで分離は成功だね。デハ次は走行試験に入ろう。今回の目標は前進して止まって曲がれれば完成ってことにしよう。最低限車として動けば OK ということだな。そうそうそんな感じ。まずブレーキは動いたね。じゃあ次はアクセル踏んで曲がってみよう。おーちゃんと動いているな。いいぞ月まで来て壊れていたら最悪だからな。マジでもう一回月まで来るのは手間だからね。ちょっと母艦の周りを回ってみよう。おー非常にゆっくりだがいい走りだ。いい感じに走ってくれたね。じゃあ次は全速力チャレンジでもしようか。おっいいな。でもそういやカタログスペック上はどれぐらいまで速度が出るんだ。多分時速100キロぐらいは出るわず、秒速で言えば30メートル毎秒ぐらい。ほう結構出るな。でも月面でぶっ飛ばして大丈夫なのか。大丈夫って、だいたい地球の4分の1の重力でそんなに加速したら宙を舞うぞ。本当に、あー危ない危ない。それ見たことか、今みたいにすっこけて爆発が落ちだ。いやいや私の開発した機体を舐めてもらっちゃ困るよ君。ほーらバランスを立て直して何事もなかったかのように走っているじゃないか。まあ今のところはそうだな。さあ山も苦にせず一気に加速だ。前方の険しい山も苦にせず走りたまえ。楽しそうだなお前。ああ楽しいよ。ところでさ、なんでこの BGM はこんなに物悲しいんだい？なんかロシアっぽい音楽を探してたらこれを見つけてな。だとしてももうちょい明るい曲にしなさいよ。わかったよ。じゃあこれだ。ちょっと今度は何の曲よこれ。ロシア宇宙軍の歌だ。ソビエト時代からの名だたる宇宙飛行士の名前が歌詞に入ってるぞ。いいじゃん。それに何この少年心をくすぐられるメロディーラインは。いいだろ。いいね。Удачи!
あっやっちゃった。やっちゃったじゃねえよ、コッパみじんじゃないか。でもとりあえずは走らせられたし OK ってことでね。次回は火星に向かうよ。それではご視聴ありがとうございました。